ジェットプロボストジェットプロボスト T3XN605 号機ジェットプロボストは1955年から1993年にかけて英空軍で使用された英国のジェット練習機である。1950年代に RAF は新しい専用のジェット練習機の要求仕様を発行した。ハンティング社はレシプロエンジンのパーシュバルプロボスト基本練習機を 元にジェットプロボストを開発した。1954年6月26日に試作機は、ディック・ウェルドンの操縦で、初飛行を行った。A 航空省は10機のジェットプロボスト T1 を、1957年6月には、アームストロングシドレーバイパーエンジン、射出座席、再設計された機体と強化された首車輪式、膠着装置を備えた40機の、 ジェットプロボスト T3 を発注した。パーシバル社は開発段階における構造テスト要専用に1機を製作し、これは技術者が基本設計で達成できることを研究するために役立った。合計で201機の T3 が1958年から1962年に納入された。1961年に新しいエンジンを搭載した T4。 1967年には、機種のデザインをより洗練し、余圧式コックピットを採用した T5 が続いた。2兆の 7.7mm 機関銃で武装した輸出仕様も存在するが、純粋な練習用である本機よりも、軽攻撃機としても使用できる派生型、ストライクマスターの方が多く輸出されている。変態を組むレシプロエンジンのパーシュバルプロボスト T1。 ジェットプロボスト T5A ジェットプロボストは T1 の評価が成功率に終わると有能な練習機であることを証明した。RAF はこの形式を1957年に正式に採用した。より強力なバイパーエンジンを搭載した T4 と T5 の派生型は余剰水力を得たことで RAF にジェットプロボストを基本訓練以外のいくつかの異なる役目に使用する。 ことを促した。最高速度440マイルパワー、優秀な機動性、機械的信頼性や、低運用コストといった点でジェットプロボスとは、エアロバティック飛行、航空兵装や戦術兵器訓練とともに、高等飛行訓練でも使用された。RAF での採用以外にジェットプロボスとは、輸出市場でも成功を収めた。RAF の任務からは1990年代、 はじめに退役し、衝突下の T1 に代替された。愛好家の間では、人気の機種であり、廉価なジェット機ということで多くが、個人オーナーの所有となっている。その中には、航空省で見かける機体もある。英国のフェアフォード空軍基地に着陸する元、RAF のジェットプロボスト T5 航空省で展示される元 RAF のハンティングパーシバル製、ジェットプロボスト T3。 英オーストラリア、セイロン、イギリス、イラク、クウェート、オーマーン、ポルトガル、シンガポール、南、イエメン、スーダン、ベネズエラ、ジェーンズ、オールザワールズ、エアクラフト、1971から72、武装客中参考文献。ありがとうございます。